元 BiSH 加藤千尋独占インタビュー、解散後の変化、来に打たれた瞬間、目標は可愛いおばちゃんになること、セント千尋ちッチが本格舞台に挑むナンバーに。楽器を持たないパンクバンドとして多くのファンを魅了し、6月29日に東京ドームで行われたライブ、バイバイショーフォーネバー、思って惜しまれつつ解散したガールズグループビッシュ。 元メンバーのセントチヒロチッチは、ソロプロジェクトセントで音楽活動を行う傍ら、加藤千尋名義で本格俳優デビューを果たす。加藤が本格的に俳優業をスタートさせる作品は舞台、雷に7回打たれても、11月3日から。劇団、スーパーエンドローラーを主催する浜田真都氏が脚本演出を手掛け、主人公の中期を応したヒロと、 25が、ヒロインの清澄南を加藤が演じる。来に7回撃たれても生き延び、失恋により拳銃自殺をしたと言われる実在した人物を源流に、一人の青年の数奇な反省が描かれるという同作品。ビッシュとして駆け抜け、ソロアーティスト、そして俳優としてスタートを切ったヒロイン南を演じる加藤さんに、 今回はグループ解散後の変化とビッシュについて、そして舞台、雷に7回撃たれても、についても熱く語ってもらった。ナンバー1、2のうち2。変化はそんなにないです。もともと休むのが嫌だったので、そんなに自分に自信がないから、休んでいる暇ないって思ってたから、ずっと仕事しています。あんまり日々は変わらなくて、 ただいま、稽古っていうもの初めてやって1ヶ月。そこは全然違います。新しいことに挑戦することにワクワクしています。あんまりないです。ドラマ好きなのでずっと見ていますが、でも刺激としてちゃんと見なきゃなって思いますね。面白いだけじゃなくて、 私は何かに出会った瞬間に雷が落ちたみたいな感覚になるなって昔から思っていてずっとお話ししているんですけどイチョウボーイズの曲を高校生の時の帰り道に聞いた時に雷が走ったみたいにビビビビっていう感覚があってそこから青春パンクにはまってイチョウボーイズが大好きになって自分の人生のスーパーヒーローになっていったんです その時は、ベイビーベイビーです。なんだ、この曲は。って、漫画みたいな反応して、のめり込んでいって今の自分がある。そういう風に音楽だけじゃなくて、何かに出会うこともある。ビッシュっていうものを見つけて、自分でオーディションにまで行って。すごく私にとっては大きな決断だったし、昔の私だとできなかったことで。 そういう雷に落ちたような出会いの瞬間があったから、一歩踏み出せたと思います。